いつもご視聴ありがとうございます。トンケン TV は旧車のイベントやオーナーさんに愛車の紹介をしてもらったりする、旧車に特化した、チャンネルですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。皆様こんばんちは、トンケン TV のトンケンです。はい、ここにですね、非常にかっこいいセブンがあったんでね、オーナーさんに、取材を依頼したところ開拓していただきましたんで、オーナーさんに話を伺いながら、撮影したいと思いますね。オーナーさん、よろしくお願いします。お願いします。実はね、このセブンのオーナーさん、先ほどね、撮影させていただいたギフトバッグのね、同一オーナーだというね、はい、この会場にね、4台もね、同じ、車をね、所有されているという、すさまじいオーナーさんだったんですよね。さて、このセブンなんですけども、これ何年式のセブンなんでしょうか？これは53年式です。53年式。53年式というと、前期とか後期とかっていうのはあるんでしょうかね？はい、これも前期です。あ、前期になるんですね、はい、53年は、はい。なるほど。これってグレードっていうのはあるんでしょうかね？いや、これグレードはどうなんですかね？もう一つしかないんですか、セブンという。その グレードっていうのがないというか。あ、グレードはまあ GT ってついてますけども。あ、GT なんですね。はい、なるほど。ね。まあ、セブンではね、走りのグレード、まあ、走りのね、戦う車なんでね、GT のみでいいんだということなんでしょうかね。でね、まあ、リフトバック同様ね、このね、セブンめちゃくちゃね、かっこよく決まってますよね。で、このカラーリングなんですけども、はい、この白色ってこれ純正色なんでしょうか？これも純正色です。あ、純正色なんですね。塗り替えです。はい。あ、まあ、このセブンってなんかライムグリーンがなんか、そうですね。イメージ的に、あれがイメージカラーなんでしょうかね。そうですね。ね、はい、なのでね、ライムグリーンのイメージですけども、白っていうものは非常にかっこいいですよね。で、このバンパーが白いのも、これも純正なんですか？そうです。あ、はい、そうなんですね。なるほど。これって、まあ、塗り替えられたということで、はい、これはいつ頃塗り替えられたんですかね、これ。いや、これは、僕が購入する前のオーナーさんが塗られた。あ、そういうことなんですね。はい、ちなみにオーナーさん、いつ頃購入された車なんでしょうか？これは2年ぐらい前ですかね。2年ぐらい前、はい。なるほど。非常にね、程度が良さそうな感じですよね。まずフロントから見ていきましょうね。このね、まあ今ではもう採用することができなくなったリトラクタブルヘッドライトですよね。当時としては斬新なライト。このセブンが初めてぐらいですかね。もうちょっと前からあったんですかね、リトラクタブルヘッドライト。あ、トヨタ 2000G とかもあるんで、そんなに珍しくはないんですね、じゃあね。はい。で、これ、後期と前期とで、なんかグリル周りと、グリル周りっていうかフロント周りなんか違う点っていうのはあるんでしょうか？バンパーが違いますね。バンパーの形が違うんですか？はい。後期はもっと一体型のようなバンパーですね。あ、そうなんですね。はい、この感じなんかでもかっこいいなと思いますよね。非常にかっこいい。で、このマツダのマークがかっこいいですよね。オーナーさん、はい、ちょっとこのリトラクタブルヘッドライトがバカッと開くところってちょっと見せていただくわけにいかないでしょうか。どこ行く？親戚の女子高生。お、ちょっとパッシングなんかしていただけると。おお、あ、OK です。はい、非常にね、かっこいいですよね、リトラクタブルヘッドライト。ありがとうございます。で、このフロントにはですね、
スポイラーがついてますけど、これって純正なんですか？いや、これはまた社外品です。社外品のメーカーは不明です。メーカー不明、はい、これは最初からついてたんですか？はい。ああ、そうなんですね。非常にかっこよくね、決まってるんで純正品かなと思いきや社外品だったんですね。非常にね、スポーティーな感じに決められてると思いますよね。この辺はオーナーさんのセンスですよね。で、俺さ、ここバンパーね、なんか穴が開いてますけど、これは何か意味があるんですか？あ、それはもともとナンバープレートがついてた穴ですね。あ、そうなんですか。はい。これでもここなんかこれありますよね、このゴムが。ステイが取り付けられてたと思います。あ、じゃあちょっと前に出して。そうですね。あ、そうなんですね。はい、じゃあオーナーさんがこの下の方に下げられたと。そうです。この辺はね、オーナーさんのセンスですよね。このオーナーさんはね、非常に僕ね、センスがある方だと思いますよ。僕はね、大好きな感じですよね、この感じ。で、サイドに曲がっていくとですね、これちょっと触らせていただいていいですか？はい。さっきこれゴムだったんですけども、はい、あ、これ、ここはゴムじゃないんですね。はい。あ、これはモールはプラスチックというか、ね、このモールがね、非常に80年代っていう感じがしてね、かっこいいですよね。で、ウインカーがついていて、林が、収まってますね。この林もね、めちゃくちゃね、この車庫端に決まっていて、かっこいいですね。この林は、これはオーナーさんが装着されたんですか？そうですね。これフロン、これ何インチなんですかね、これは。これ15インチ。15インチ。はい、太さって分かりますか？7J です、ね。7J、リアは、7.5J。ね、非常につらつらに決まってますね。これ、車高は落とされてますよね。はい。これ何で落とされてるんですかね？車庫帳です、ね。車庫帳で。はい、これ、セブン用の車庫帳っていうのはあるんですか？はい、あります。あ、そうなんですね。海外メーカーですけど。へ、え、ぇ、ーはい、これ、当時物ということで。いや、当時物ではないんですか。はい、なるほど、ね、海外の、ね、はい、やつがリリースされ、これこのセブンって海外にも輸出されてたんですかね。ですね、はい。あ、そうなんです、はい、これ正式名称ってもしかしてこれサバンナですか。サバンナです。サバンナ RX7 ですね。 RX7 も一応つくんですよね、はい。あの RX3 になると、はい、あのサバンナが正式名称だって聞いたことがあるんですよ、はいはい。RX3 っていうのは海外名で、はいはい、でこれ海外では RX7 一緒なんですかね。どうなんですかね。ああ、そうなんですか。なるほど。形式で言うとこれ何になるんですか。 SA22C。 あ、なるほど。 C は何の C なんですか。何ですかね。あ、これも分からない。分からない。なるほど。で、フェンダーミラーなんですけども、これってドアミラーじゃなかったんですかね。後期型から、はい、あのドアミラーになります。あ、なるほど。前期は、フェンダーミラーなんですね。そうですね。これはこれでね、僕セブンはね、この前期型のセブンはフェンダーミラーが非常にかっこいいと思いますよね。はい。じゃあね、ちょっとね、この皆さんにこっからのショットもね、見ていただきましょうね。この感じですよね。まあ、ファストバックじゃないんですけども、このタイプの車、これなんていうタイプの車になるんですかね。ハッチバック、ね、ハッチバックになるんですかね。ね、ちょっとファストバックのような流線形のね、この感じがね、非常にかっこいい。で、シャコタンで、ね、バッチリこのつらい位置に決まった林がね、非常にオーナーさんのセンスを感じますよね。で、このサイドのモールもかっこいい。で、オーナーさん、このフェンダーなんですけども、はい、ちょっと叩き出されてますか？いや、これはノーマルです。これノーマルなんですか。はい。なんかリアが僕叩き出しかなと思ったら、これがノーマルなんですね、はい。なので、結構太いタイヤも入りそうですよね。まだまだ余裕がありそうですよね、これね。そうですね。なるほど。で、マフラーはこれ右出しというんでしょうかね。右の方についてる。このデュアル缶はこれは社外品ですか。これも、まあ、ワンオフですね。ワンオフで、はい。なるほど。何パイで、これも60です、ね。60パイ。はい。ステンレスの60倍、はい、いい音がしそうですよね。で、このテールランプなんか、これ後期との違いっていうのはあるんでしょうかね。まあ、リアが結構前期と後期は、はい、形状が結構違います。違うんですか、はい。なるほど。その辺もね、ちょっと調べてみたいと思いますね。で、GT のね、バッジ。GT なんで、GT のバッジがついてますよね。で、この、リアってこれ、まだ開くんですか？はい。あ、そうなんです。もしちょっとできたら開くシーンを。小野さん、今なんか、キーオンにして、あれ、なんやったんですか？
あれはボタン式になってまして、はい、はい、プッシュボタンで、プッシュボタンで解除するんですか、はい、ロックを、はい、へえ、でこのように開くというね、非常に珍しい感じ。なるほど、これリアの収納スペースはここになるんですか。そうです、はい、もうこの上に乗せるだけというか。そうですね、あ、はい、もう走りの車なんでね、もう荷物はそんな積ませないよという感じでしょ。この下はタイヤのあれですかね。そうです、あ、そうなんですね、ちょっともっこりになってるんで、この下にスペアタイヤが収まると。なるほど、アイローネゲートにされてる車も多いんですけどね、これね。そうですね、あ、はい、でもね、僕はこのノーマルの感じが非常にかっこいいですね。すみません、ありがとうございます。ちょっと閉めていただいていいでしょうか。もうそうなると自動でロックになるんですか。そうです、ね、あ、なるほど、はい、そうなんですね。じゃあちょっとね、室内を見る前にね、この辺の造形がね、僕好きなんですよね。この辺の感じがね、非常にかっこいい。でここにはね、ダクトのね、内圧を逃がすね、ダクトになってますね。このサイドのガラスは、これは開かないんですよね。開かないです、これは開かない、はい、なるほど。じゃあね、ちょっと室内を見せていただきましょうね。さすがね、走りのグレードなんで黒を基調とした内装で、あ、これノーマルシートかと思いきや、これはレカロシート。そうですね、あ、なるほど、はい、でもちょっとな、旧車のシートっぽくなんかエア抜きがついてますけども、これってこういうシートが売られてるんですか。そうですね、はい、あ、そうなんですね、はい、なかなか旧車っぽい感じでね、全然違和感なくね、レカロシートといえば結構派手なシートなんですけども、ね、旧車にも違和感なくね、収まってますよね、これ。はい、で、マツダのマークがついてるんで、これ純正の、ステアリングですね。非常にスパルタンな感じですよね。ちょっと小野さん座らせていただいて、はい、ありがとうございます。おっとっとっと、はい、おお、レカロシートなんでね、さすがにホールド性はバッチリですよね。はい、で3連メーターになってますよね。右からスピードメーターは180キロを刻んでいて、で、タコメーターは8000回転なんですけども、まず、左も見ていきましょうか。まあ、左は、水温と燃料計と時計になってますね。で、オーナーさん、このタコメーターなんですけども、はい、8000回転 で、この10、11、12っていうのはこれ何なんですか？よくわからないです。これは、1万回転、1万1000回転っていうことですか？いや、それはないと思います。そうですよね。そんなに回せないですもんね。これわからないんですか？わからない。あ、そうなんですね。これは何なんでしょうね。これ、純正ですよね、これは。そうです。純正のメーターですね。はいはい、ああ、なるほど。オーナーさんもちょっとわからないということなんですね。で、センターコンソール、これは後付けなんですか？後付けになります、ね。これな、何、ちなみに右から何になるんですかね？油圧。はい。水温、油温。あ、なるほど。こっちでね、はい、きっちりとしたデータをね、こっちで、見るということなんですね。で、センターコンソールはクーラーがついていて、オーディオシステムなんかもありますよね。で、このマツダのマークのシュートの、これ、純正というか、ノーマルのやつですか？いや、それは社外品。あ、社外品。はい。マツダのやつに変えられてますよね。はい。ちょっと前から出てる感じがね、まあトヨタ車なんかでよくあるんですけども、センターコンソールの前の方から出るタイプ。はい。で、黒を基調とした内装なんでね、非常にスパルタンですよね。この、あ、これが純正のシートなんですね。ちょっとギンガムチェックのような感じの、このシート。もともと、運転席とかもこの柄だったんですか？あ、そうです。あ、なるほど。可愛らしいですよね。はい。このチェック柄が可愛らしい。で、天井もね、黒でね、スパルタン。で、この、内側から見るね、この感じですよね、リアのこの感じ。非常にね、狭いですよね。でね、オーナーさん、このね、リアシート、これ、ツーシーターじゃないんですね、一応。じゃないです。はい。でもこれ、リア乗れますか、これ。乗れないです。ねえ。これ絶対リアの人ね、しんどいですよ、これ。今、助手席とね、リアシートがくっついてますんでね。はい。これはもう、ほとんど、ほぼツーシーターと言っても過言ではないですよね。で、オーバーヘッドコンソールにはね、まあ、マップランプみたいなのがついてましたね。はい。まあもう、戦う車なんでね、必要最小限の装備となっておりますよね。じゃあ、小野さん、ちょっとエンジンルームって見せていただいていいでしょうか。あ、セブンはこういう風な感じで開くんですね。おっと、戦闘的なね、ダウンドラフトのね、キャブレターが見えましてね。小野さん、このエンジンは何というエンジンなんでしょうか？
ロータリーですね。ロータリーの、12A と。12A、はい、まあ、600cc がかける2というような感じですね。はい、で、このキャブレターなんですけども、これは何になるんでしょうか。ウェーバーですね。ウェーバー。はい、非常に太いと思うんですけど、何パイくらいなの。48です、ね。48パイ、はい。これ48パイっていうのは定番なんですか、この 12A には。そうですね。大体ロータリーには定番です、ね。あ、定番の。はい、なるほど。ね、このダウンドラフトと呼ばれるね、縦置きのキャブレターですね。で、見たところ非常になんか、いじってるような感じがするんですけど、モナさん何か改造ポイントってありますか。いや、これもエンジン自身はノーマルです。ノーマルなんですか。はい、そうなんですね。非常にこのアルミがふんだんに取り入れられてるんでね、非常に戦闘的な感じがしますよね。で、ね、青色を基調としたね、このロールバーとかね、プラグとかで、あのオイル入れるとこにあのロータリー型になってるのが可愛らしいですよね。そうですね。はい、お茶目ですよね。はい。じゃあちょっとね、オーナーさん、この 12A の方向をちょっとまた聞かせていただくわけにはいかないでしょう。あのロータリーエンジンって言うともうちょっとなんか甲高いようなイメージなんですけども、のぶといサウンドがしますよね。これはね、なかなかかっこいいね、方向をね、聞かせていただきましたよね。はい、ありがとうございました。ちょっと エンジンルーム閉めていただいていいでしょうか。はい、というわけでね、非常にオーナーさんのセンスをね、感じる前期型の RX7、 初代のね、サバンナ RX7 でしたね。すいません、オーナーさんありがとうございました。ありがとうございました。まだちょっと楽しみにしておいていただけると。わかりました。はい、すごいですね。もう